はい、こんにちは、カババです。ここはですね、高峰高原ホテル前の、駐車場です。はい、というわけで今日は黒富山を登ります。はい、ここはね、おなじみの登山口ですね。雪はこんな感じです。では行きましょう。はい、現在地はね、ここですね、この丸で、こっから登ってって、まあ、黒富まで行こうと思ってます。で、黒富で、まあ、うまい具合にね、ガトーショコラ見れたら、まあ、それでラッキーということで今日は帰ってきたいと思います。はい、ね、一応めんどくさいんで最初から12本爪履いてますけど、登り始めはこう勾配も緩やかだし、何せね、大勢の人が来てるんで、かなりこう踏まれてるんですよね。だからね、まあ愛禅の必要はないと思います。ただ後半ね、まあ、勾配がついてくるんで、まあ、その時はあった方がいいとは思います。まあ、実際ね、愛禅ない方が疲れにくいんでね、まあ、あとは好みの問題です。ああ、ここね、そうだよ、夏来た時の思い出した、これガーンって下るんだよね下って谷底に降りて、でまたこっちに登り返しですよはい、あそこまで降ります。ああ、降りてきた急斜面、結構疲れたけど、今度は登り返しが待ってます。今ね、休憩中なんですけどね。いやー、昨日は昨日で長野来たんですけど、美しヶ原にね、登る途中の坂道何本もあるんですけど、そこがね、凍結してて、で、みんなね、FF のスタッドレス車登れないんですよ。で、僕はね、チェーン持ってったんだけど、で、こんな感じでチェーン装着したんですが、まあ、現場判断で、まあ、みんなこの坂は登んない方がいいだろうと。っていうのは、ギルギル音させながらね、斜めになって落ちてく車がいっぱいあるんで。で、そういうことでね、せっかくまあ、美しヶ原の手前まで来たんですけど、まあ、安全最優先ということで、その日はね、宇都宮帰ったんですよ、昨日。で、今日ね、また改めて宇都宮から出直してきたんですが、いやー、聞いてね、運転だけで疲れちゃった。いやー、もう今ね、斜面でね、こんな状況ですけど、いやー、ちょっとね、今日はバテ気味です。
れが黒布かな、多分そうだと思います。ねえ、こっち側から見るとなだらかなんだけどね、反対側から見るともう牙のようになってますからね。はい、あのね、急登あるものの、まあ、よく踏まれてるんで、和漢とかね、スノーシューはいらないですね、まあ、とりあえず今んとこね。おー、あら、小諸かな、遠見かな。あー、ちょっと雲が晴れましたね。はい、先はまだまだ。あれあれはもしかして例のやつかな。はい、避難シェルターですね。あ、かろうじて赤いのが見える。はい、はい、こんな風になってます。ああ、来たよ。槍ヶ瀬や。はあ。おお。ちょっと晴れてきたね。はい、槍ヶ瀬でーす。ガスっていうか、ほんとドライアイスの煙だね、これ。はい、こっちがね、遠見の頭です。あの急登、死なないように上がってきますお、またうっすら晴れてきた。はい、こっからね、急斜面下るんじゃなくて、あの一応樹林帯の中降りてくんで、ね、安全は安全なんですけど。ああ、あれがね、ろうそく岩ってね、ろうそく岩っていうのはね、はい、あそこがね、さっきまでいた槍ヶ瀬や。で、あそこのとんがってるのがね、ギッパですね。ねえ、ほんとにね、奇岩が多くてね、面白いですよ、ここは。で、今ね、僕らここ急登遠見の頭に向けて登ってきます。滑んないようにね、気をつけないと。おお、見えた。おお、すごい。
すごい。バッチリじゃん。この先行くと落っこっちゃうかな。はい、こっちがね、外輪山ですね。はい、あのね、うっすらと登山道が見えます。去年の秋口、あそこを登ってね、あの上の前掛け山まで登りました。こっちはね、あそこギッパですね。まあ、ガトーショコラだったよ、ほんとに。なんかすごい今ね、食欲湧いてきたよ、ほんと。じゃあ、クロフ、あそこだね。クロフ行きましょう。はい。クロフ山までは、もう一昨年の夏もね、ここ歩いてたんですけど、気持ちのいい尾根道を歩きます。でもね、あまり脇の方を歩くとね、下に落ちちゃうんで、本当にね、この踏み固まったど真ん中を歩いてください。で、すれ違いのね、際はね、気をつけて歩いてください。おお、これはまたどうもだね、これ。これ埋まっちゃってますけどね。ここを降りていくと、なんだっけ、湯の平だっけ、草滑りだ。あの下までね、降りられます。あの下はね、ジュラシックパークっつってね、あの恐竜が生息してる地帯です。ほら、あの足跡があるんで、降りる人いるんだよ。これ上がってこれないよ、これ。そう、これね、日のいい時はね、これプテラノドンが飛んでるんだよ、これ。お、山頂かな。おお、うわ、いっぱいいるな。あいつ来た。いや、すごいね。あのね、すごい三密なんですよ。三密、口がかじかんでうまく背負ってないけど、ちょっと離れたところで飯にしましょう。はい、あのクロフの山頂からね、ちょっと戻ったところに火山のね、監視装置なんですよね。もちろんね、活火山なんで、まあ、こういう設備があるんですけど、ここちょうど空いてるから、この軒先をお借りしたいと思います。怖いな。ここは大丈夫だろう、雪庇じゃないし、大丈夫だね。はい、しばらく、雪山に登っちゃコンビニの冷凍鍋を食べてたんですけど、今回初登場です。これです、ホルモン鍋。これ有名なんですよ。昔からローソンでね、これ大人気なんですけど、うちはね、だいぶ前から家庭でも食べてます。大好きです。今日はこのホルモン鍋の、カグパパ流の正式な作り方ね、これをやります。はい、冷凍鍋でね、ちょうどこんな風になってます。
ガチガチですね。でね、これ鍋の縁をここにね折ってくんです。鍋の縁をねこういうふうに、いわゆる服で言えばこう襟を立てるんですよ。でこれなんでね、せっかくの鍋の形をねこんなふうにしちゃうんだって、思うかもしれないですけど、まあ、これね後でちょっと秘密があります。はい、だんだんね、ホルモンがね溶けてきました。でね、このまま食べても十分美味しいんだけど、うちではこうやります。どうぞ、カブママさん。キャベツ豆乳、はい、バサーン。これキャベツなんですよね。キャベツを、はい、バサーン、バサッバサって入れるんで、それで鍋の縁をねこういう風にまあ折ってというか高くしたんですよね、こぼれないように。まあ別に、うん、こんなもんに、はい、すごいっしょ、このボリューム。日が当たってないからね、寒いんだけど、これ粉雪がね、この粉雪って感じでね、バラバラ降ってきますね。これがすごい匂い。いただきます。うん、うまい、うまい、うん、うまい、うん、あんだけね山盛りになったネギが、ネギじゃないキャベツがね、あ、こんだけしかないもん、うん、めちゃくちゃうまいです。これは超おすすめです。昼はね、もつ煮、まあ、ホルモン鍋ですね。それにね、カブパパ流というか、うちはキャベツをね、バサッとかけて、で、美味しくいただきました。東御の頭までね、降りてきました。いやー、まあ、その絶景ですよ、ここ。はい、ということでございましてね、今日は、雪の浅間山、黒布まで登りました。ということでございまして、今日もね、動画ご視聴いただきましてありがとうございました。カババでした。